目が似てる？嘘。ちょっとメイクしたけど。まだ待ってないけど。待って、スケジュールの紙まだ書いてないから。早く書いて。でももう眠気覚めました。覚めました。関西風みたいにイントネーションでした。覚めました。あ、待って。カラズニピースさん。でもね。クマタワーありがとうございます。ありがとう。今日はな、うん、アイシャドウすると変わる。ちょっとはキュートしたでしょ、さっきより。お肌もトーンアップしましたでしょ。さっき何もしてなかったから。でも服はまだ着替えてないです。全体でと5分足らない。ああ、そうだったね。あ、本当だ、修正しなかった。最終枠22分スタートがいいと。 OK です。そうだった、そうだった、出せなかった。ありがとうございます。星集めと星って調べたけど分かんなかった。あのね、私もめっちゃ調べてまくった。星は他のルームのライブを視聴すればもらえるんですよ。うまく説明、めっちゃ難しいですもんね。え、難しすぎて。私は YouTube の動画見たらすごい分かりやすい動画があって参考にさせてもらいました。おすすめ。私の語彙力じゃうまく説明できなすぎる。待って、スケジュールすぐ書きます。メイク配信とか言いながらメイク全くやんないかも。今日の髪型何がいいと思いますか。まだ洋服決まってないけど、あ、決まってるわ。いろんな髪型やったからね。何にしようかな。何の髪型がいいと思いますか。結構いろんな髪の毛やったよ。髪の毛9月18日土曜日です。全部で9個やね。今日のお洋服は私のよく着てる服。緑のブラウスみたいな。イエーイ。私はお団子ヘアが一番お気に入りだったかな、今までやったやつ。もう2本目のペンがカスカスになってきた。本当にこのマジックたちにはお世話になりましたよ、この期間。1週間で3本目に突入しようとしよう。お団子ヘア良かったよね。またお団子にしますか。違うやつでもいいけど。
ただ頭皮がめちゃきつい。あれやずっとやってたら薄くなりそう薄くなりそう。羊さんも可愛かった。本当ですか。あんまやんないから新鮮だったでしょ。あんなやつ、いやそうそう、アレンジが本当にすごいできるからね、ここまで伸びると。うん、でほらこの期間終わったら髪の毛あのポニーテールとかするとここがすごい薄くなるんですよ。 そんな感じで、お団子もするとさ、すごい引っ張られるからね。ハーフアップなんだっけ、サイドじゃなくてハーフツインもお気に入りだった。割と最初の方にやったやつ。でもさ、今度さこのイベント期間終わったら美容室行こうと思ってるんですけど9ヶ月ぶりの9ヶ月ぶりの美容室行こうと思ってるんですけど、この長さをそのまま変えずに、なんか全体的に軽くしてもらうか、もうちょっとバッサリ切っちゃうか、このくらいやけど悩み中ですアレンジができる程度の長さやったらいいけどね。飽きてきちゃったよ。髪乾かすのがめっちゃ長くなったよ。長っ。だからこのまま長伸ばしながらっていくのか、ちょっとこのくらい。あーペンがどっか行ったはいはい、よしよしよし、このくらいちょっと切っちゃうか。まあそんな変わらんけど、に対して5センチくらい切っちゃおうかな。5センチくらいな、本当はもうこのくらいにしたいですけどねやばい、これはやばい。めっちゃバッサリショートにしたいです。成人式終わったらしますハーフアップかツインかかな。サイドポニースポーティーな、昭和アイドルみたいな。50まで送ったよ、ありがとう皆さんぜひカウントお願いします。もうカウントだけでも50ポイントになるのでね。そう、ありがとうございます、お願いします。3位まで64万ポイント今日で一気に。待って、スケジュールすぐ書くねあ、さっきのやつはちょっと貼っとこうと思います。これは36分まで、あと10分ですやん、早っ。次の配信は12時17分からですね。時間が割と空くのではい、土曜日に書き直しました。
金曜日って書いてた。え、見える？もうちょっとこっち。ここか。オッケーオッケー。前半スケジュールです。後半スケジュールはまた後ほど出しますね。オッケー。いや。じゃあ次、後半スケジュールを急いで書きます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 最後の配信が7時22分からに変更になりますのでよろしくお願いいたします。参加の方は、そう、SMS 認証、そうそう、ぜひ、絶対それしないとポイントマジ意味なくなっちゃうから、せっかくの皆さんの星とかアカウント全部意味なくなっちゃうから、あのアプリからサイドバーの3本線が左上にあるんですけど、そこからアカウント設定に入ってかな、そう、分かりやすいんですけど電話番号認証っていうのをしていただくと、こういった星投げたりカウントしたりっていうのが全部ポイントになっていただけるのでなっていただけるのでぜひ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 お願いいたします。よろしくお願いします。イエーイ。私のツイッターの方にあのリンクというか貼ってるので、あのにそのショールームさんのサイトの手順の方がぜひツイッター見ていただいたらすぐに分かると思います。まあでも簡単にね、分かるのでぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。13時23分から13時43分で15時やばい、もうカスカスペン変えなきゃ。突入よ。オッケー、書けた。あ、何週とか書いてなかった。よいしょ。オッケー。書けた。貼ります。あと5分、あと5分読まなきゃ。オッケーオッケー。今の時間星集めに回るとメイクしてる人多い。あ、本当？まあでもちょうどいい時間ですね。みんなメイクしてる。私メイク配信とか買いときながら、全くメイクしてなくて、本当に。
ライブ終わったら YouTube 見てもらってきます。ありがとう。私も本当に理解できなかったんだけど、最初理解力なさすぎて。あ、そうだ、次3周枠だ。11時32分、ありがとうございます。11時32分にお捨てに並べてくださいませ。あー、やばい、テープがついた。はい、スケジュールです。後半スケジュール待って、めっちゃ髪が手、いやー、こちらです。今日のスケジュールお願いいたします。言えます？いい感じ？ね、次3週枠なので、絶対絶対、一節忘れないように。11時32分です。私もアラームかけときますわ。オッケー、完成。いけてるかな。じゃーん、見えるね。あ、3分前ランキング読みます。バタバタランキング読みますね。13位、ひろくんさん、ありがとうございます。12位、森さん、ありがとうございます。11位、化石さん、ありがとうございます。10位、チョロさん、ありがとうございます。9位、いっちゃんさん、ありがとうございます。8位、しだかずきさん、ありがとうございます。7位、かぬあさん、ありがとうございます。6位、ひがさん、ありがとうございます。5位、ゆういちさん、ありがとうございます。4位、ももかんさん、ありがとうございます。3位、たけもとさん、ありがとうございます。2位、はやちゃんさん、ありがとうございます。1位、からだにピースさん、ありがとうございます。ありがとう。ございました。イエー、あと2分ある。次は12時17分からの配信です。11時32分にステマスです。お願いします。ふう、くまたわんもありがとうございます。3週枠なので、しかも次のこの配信でケーキ完成しますので、いやー、楽しみすぎる。皆さんもお楽しみに。お願いします。イエーイ。はい、目覚まし忘れずにしますね。あと1分、 OKOK、 あと1分あるね。12時17分です。11時32分に見せてくださいませ。三段ケーキ、お楽しみ。お楽しみに。今日ついに完成しますよ。あ、はい、髪型とお洋服もしっかりちゃんとしてきます。 OK、 じゃあまた後で会いましょう。よし、じゃあね、ありがとう。次の配信もよろしくお願いします。じゃあまた後で。ありがとうございました。またね、バイバイ。